エトラちゃんは見た。ユズリハ、ただいま。ヒイラギくん、おかえりなさい。待ってたわ。遅くなってごめん。少し残業しちゃって。いいのよ。さあ、一緒にご飯を食べましょう。ああ。私はユズリハ。2年前、愛する夫、ヒイラキくんと結婚した専業主婦だ。うん。今日のご飯も美味しいよ。僕は幸せ者だな。こんな綺麗で料理上手な奥さんと結婚できて。私もあなたと結婚して幸せよ、ヒイラキくん。あなた以外、何もいらないわ。ああ。僕も君以外何もいらないよ。愛してるよ、ユズリハ。この通り、私たちはお互い強く愛し合い、とても幸せに暮らしている。とはいえ、結婚当初からこううまくいっていたわけではない。2年前。ヒイラギくん、もうまた残業なの？19時までには必ず帰ってきてっていつもお願いしてるじゃない。しょうがないだろ、仕事なんだから。それにこの匂い、また外でタバコを吸ったの？体に悪いから禁煙したって何度も言ってるのに。いや、一本だけだよ。ただの気晴らしさ。気晴らし？それどういう意味？私の心配がヒイラキ君の重荷になってるとでも言いたいの？違うよ、そうじゃなくて、私はあなたのためにあなたを心配して言ってるのに。ユズリハ、ごめん。明日こそ19時には帰るし、タバコもやめるから泣かないでよ。ね。ヒイラギくん。このように、私たちはたびたび衝突することがあった。でもヒイラギくんは私のために、変わる努力をしてくれたのだ。彼のこの愛の深さを、友人たちにも話したことがあるけど。誰ったらね、私がやめてって言ったらお酒もタバコもやめてくれたのよ。昔は読書も映画も趣味だったんだけど、それすらやめて私と一緒にいてくれるの。こんなに愛されて私すっごく幸せだわ。でもね、ユズリハ、趣味までやめさせるのはちょっと酷じゃない？映画は2人で見るとかさ、一緒に楽しんじゃうのもいいと思うよ。ふん。何よ、知った風の口聞いて。言っておくけど、私が強制させたんじゃなくて、彼が自主的にやめてくれたことなんだから。ユズリハ、私が愛されてるからって嫉妬するのはやめてちょうだい。不愉快よ。友人たちに話しても理解は得られなかった。それだけ私たちの愛は深いということなのだろう。そして様々な試練を乗り越え、今の幸せに至ったわけだ。もう私たちの間に隔たりなんてない。これからずっと永遠にヒイラキ君との幸せが。ヒイラキ君、ん？これ、なーに？数日後、あの後、私はヒイラキ君に髪のことについて問いただした。これ、あなたのでも私の髪でもないわね。一体、誰の髪の毛なの？ああ、多分会社の人のだよ。それか電車でたまたまついちゃったんじゃないかな。本当？浮気してない？僕が浮気なんてするわけないだろ。休日だって一日中君のそばにいるし、会社から寄り道せず帰ってるんだから。疑うなら僕が何時に帰っているか会社に聞いてくれてもいい。とにかく浮気は絶対にしてないから。そう、分かったわ。ああは言ってたけど、あの動揺ぶり絶対に怪しいわ。お金は渡してないし、まっすぐ家にも帰っている。となると怪しいのはお昼休憩くらい。でもまさかね、彼が私以外の女なんて相手にするはず。ヒイラキ君？ヒイラキ君、お金もないしお弁当も持たせてる。なのにどうして、どこへ行くというの？まさかやっぱり女のところへ。ヒイラギくん？うわぁ、眠。俺は特措、フリーで自宅勤務のエンジニアをしている。
今のところ独身を謳歌している俺だが、自宅近くである人物と再会することになる。ん？あれ、あのサラリーマン、どこかで見覚えが。あ、ヒイラギ？ヒイラギじゃないか？トクサ君？ああ、やっぱヒイラギだ。久しぶりだな、高校卒業している。え、久しぶりだね。お前、どうしたんだよ。ものすごい顔色悪いぞ。まさか病気なのか？あ、いや、そんなんじゃないんだ。ただ、ただ。ちょっとお前、時間あるか？こっちで少し話そう。このヒイラギは高校の同級生で友人だった。だがこいつは当時よりもやつれ、見るからに普通じゃない様子だ。気になった俺はヒイラギをカフェに誘い、何があったのか聞いてみた。すると、実はちょっと妻の愛が重くてね。タバコもお酒も何もかも禁止されてるんだ。本も全部捨てられちゃってね。それでよくお昼休憩中に本屋で立ち読みしてるんだ。捨てられた？まさか勝手にか？うん。本だけじゃなくてパソコンもその中身も、僕が彼女と知り合う前に着ていた服も何もかも、それにお金も交通費が一切持たせてもらえないんだ。19時きっかりに帰らないとものすごく怒られるから、こうやって誰かとお茶するのも2年ぶりだよ。お前、それはいくらなんでもひどすぎるだろう。なんで文句言ったり反抗しないんだ。新婚当初は僕だって文句を言ったさ。でも何度も言ってるじゃない。どうしてタバコをやめてくれないのよ。あなたのためにやめろと言ってるのに、肩吸うなんて。私のことを愛してないでしょう。そうなんでしょ？違うってば。どうしてすぐそんなこと言うんだ君は。僕だってやめたいのは山々だけど、どうしても気分転換に吸いたくなるんだよ。分かってくれよ。これはただの気晴らしなんだ。気晴らし？私の心配がヒイラギ君の重荷になってるとでも言いたいの？だから違うよ。そうじゃなくて、私はあなたのために、あなたを心配して言ってるのに。死んでやるわ。あなたが私のこと理解してくれないなら死んでやる。死んであなたを一生後悔させてやる。譲るよ。やめろ。分かった、分かったから。離して、死んでやる、死んでやる。でね、いつも死んでやるって言われるんだ。ヒイラギ、いくらなんでもそれはやばすぎるだろ。一度奥さんを精神科に連れてった方がいい。お前だって絶対精神的に参ってるだろ。まあね。でもさ、それだけ僕は愛されてるんだよ。は？しょうがないんだ。愛されてるがゆえの苦痛なんだ。二人で乗り越えなくちゃいけない試練なんだ。だからこれでいいんだよ。俺はここでなんとなく理解した。この夫婦は共依存に陥っているのだと。女は愛の名目のもとに男を縛りつけ、男はそれを本物の愛だと錯覚して自ら縛られる。おそらく何か大きなきっかけがなければこの関係は崩れない。そして部外者である俺が安易に踏み入ってはいけないことも。しかし俺はヒイラギを放っておくことはできなかった。それならせめて俺にできることはないか。極力力になるよ。お前のそんな弱ったところ見過ごせないからな。ありがとう。じゃあ一つだけお願いがあるんだけど。映画だ、映画だ。本当に俺んちで映画見るだけでいいのか？最高、最高だよ。僕がテレビを見すぎてたらユズリハが怒ってテレビを壊しちゃったんだ。あー、久しぶりだよこの感覚。もはやこいつの嫁が何をしでかしてても驚かないな。それにしても二人の両親はこの現状を知っているのか。俺が直接ヒイラギの両親に連絡するべきか。いや、でも下手に奥さんを怒らせると何するかわからないしな。ああ、そろそろ会社に戻らなきゃ。トクサ、また来てもいいかい？ああ、今度は弁当もここで食べろよ。ああ、ありがとう、ありがとう。そうだ、連絡先教えてくれよ。在宅とはいえ俺もたまに家を開けるときがあるし。ああ、いや、スマホは管理されてるからそれはできないんだ。留守なら留守で会社に戻るから大丈夫。都合が悪いときも帰るから。わかった。
それからというもの、ヒイラギは何度も昼休憩を利用して会社の近くにある俺のアパートへやってきた。しかし俺の悩みは尽きなかった。やっぱりこのままは良くない気がする。そもそもこの息抜きだって根本的な解決になってないどころか、バレれば奥さんが爆発するとんでもない火種だ。それに今は夫婦二人だも、子供ができたらどうする。あんな異常な環境で子育てなんて絶対に無理だろう。最悪いつかヒイラギや子供と一緒に心中しようとするかもしれない。うん、やっぱりヒイラギの両親に相談してみよう。あいつと同居の知り合いを片っ端から探って。お、ヒイラギ。やあ徳さん、お邪魔するよ。ああ。ヒイラギ、今日はちょっとお前と話したいことが。ああ、奇遇だね。僕も大事な話をしに来たんだ。僕、今日限りでここに来るのをやめるよ。え？今、ゆずりはが僕の浮気を疑ってるんだ。これ、なーに？君の部屋に来た時に君の髪の毛が僕についちゃってたみたいでね。これ以上君に迷惑をかけるわけにはいかない。今日はそれを伝えに来たのさ。ヒイラギ、ヒイラギ、あのな、俺もよく考えたんだが。ヒイラギくん、ユズリハ、どうしてここに。あの、違うんだ。彼は友人でたまたまばったり再会して。そう、女の連絡先は全部消したはずだもの。女と浮気なんて難しいはずと思ってたわ。まさか男と浮気してたなんてね。あ、待て待て、違う。俺とヒイラギはそういう関係じゃなくて本当にただの友達。あ、ドクさん、殺してやる、殺してやる、二人とも殺してやる、殺して私も一緒に死んでやる。死ね、裏切り者。やめろ、なんだってそんなことするんだ。離せ離せ、私はヒイラギ君を愛してるの。だから殺して永遠に私のものにするのよ。あんたなんかにヒイラギ君を渡せないんだから。いい加減にしろ。本当にヒイラギを愛してるならこいつを傷つけようなんて考えるわけないだろ。ヒイラギはお前のものじゃない、ヒイラギ自身のものだ。そうやって無理やりヒイラギを自分のものにしようと考えるのは、ヒイラギよりも自分の方が可愛いからじゃないのか。本当にこいつを愛してるなら自由にしてこいつ自身を認めてやるよ。どうして大事にしようと思えないんだ。うるさい。あんたに私たちの何がわかるのよ。警察だ、近隣住民から通報を受けてきた。中に入りますよ。警察、おまわりさん、こっちです、助けてください。あんたら一体何やってんだ。止めなさい、凶器を下ろしなさい。黙れ黙れ。負傷者2名、至急応援頼む、急いでくれ。こうして続々と駆けつけた警官たちによりあの女は逮捕された。どうやらあの女の絶叫を聞いたご近所さんが警察に知らせてくれたようだった。幸い俺たちは腕を切りつけられたものの命に別状はなく済んだ。そしてヒイラギは事情を知ったご両親によって引き取られ、あの女とは何とか離婚できたそうだ。その後ヒイラギは引っ越し精神科に通っている。元妻ユズリハは精神に異常をきたしているとして医療刑務所に入ったようだ。俺もあのアパートを引き払い一旦実家に戻ってショックを落ち着かせることにした。実家は引き戸が多くて助かった。あのガチャって音、もうしばらく聞きたくないからな。俺ですらトラウマが残った大変な出来事だったが、その後ヒイラギはというと、君が僕よりも自分の方が可愛いからじゃないのかってユズリハに叫んだ時ようやく気がついたんだ。確かにそうだ、本当に僕が好きならどうして彼女は僕のことを縛り傷つけるんだろうってね。君の言う通り、きっとそれが全ての答えだったんだ。彼女が愛していたのは僕じゃなく彼女自身だったんだよ。おお、傍から見れば異常だ、そして僕も異常だった。それを君が気づかせてくれたんだ。本当にありがとう徳さん。いや、いいんだよ、あとはお前が幸せになってくれればそれでいい。ヒイラギは強依存の呪縛から解放された。ただあれが正解だったのかどうかはわからない。
世の中の人間一人一人が独自の世界を生きている。それを支配しようとせず、お互い尊重し合って大切に育んでいこうとするのが理想のパートナーではないのか。そんなことを考えながら、俺は今日も俺の人生を歩いていく。どうか俺と柊の人生に幸あれ。ご視聴いただきありがとうございました。趣味といった自分の行動すべてを制限されてしまうこと、それは果たして本当に幸せと感じるものなのでしょうか。やはりそれは人それぞれだと思います。しかしながら、少なくともこのまま共依存状態でいても、何かの弾みで壊れてしまうのは間違いなかったでしょうね。何にせよ、おかしいことだと気づかせてくれる人がいてくれてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。